1976年の第34回衆議院議員総選挙から横浜市全域だった神奈川県第1区から分割して設置された。廃止時の定数は5。第34回から第39回は4。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。現在の1区、2区、4区の一部と5区、6区の全域となる。 1975年公職選挙法改正当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙解散日、1993年6月18日、投票日、1993年7月18日当日、有権者数、143万2650人、最終投票率。 62.55%第39回衆議院議員、総選挙解散日、1990年1月24日、投票日、1990年2月18日当日、有権者数、134万4246人、最終投票率 67.、67.36%。 第38回衆議院議員総選挙会散日、1986年6月2日、投票日、1986年7月6日、当日有権者数、121万8693人、最終投票率 60.、60.91%第37回衆議院議員、総選挙会散日、1983年11月28日、投票日、 1983年12月18日当日、有権者数、1。149,427万人最終、投票率 60.、60.09%第36回衆議院議員、総選挙開散日、1980年5月19日、投票日、1980年6月22日当日、有権者数。 106万7327人、最終投票率 70.、70.57%第35回衆議院議員、総選挙解散日、1979年9月7日、投票日、1979年10月7日、当日有権者数、105万7487人、最終投票率、 54.26%第34回衆議院議員、総選挙人気満了日、人気満了に伴う投票日、1976年12月5日、当日有権者数、100万3315人、最終投票率 66.、66.77%。ありがとうございます。